Ohyarai Variation という title なんですけれども、私は特に作曲をするときに、言葉と音の関係にものすごく興味を持っています。それでその言葉を勉強する上で、日本語のすごく昔ながらの発声を勉強したいと思い、お能やあとお坊さんの歌う唱妙などを勉強しています。で今回のOhyaraiバリエーションズのOhyaraiっていうのは、お能の中の能管が能管っていうフルートみたいな楽器があるんですけれども、そのフルートの楽みたいなその能管の楽器が吹く前にオヒャライヒヒョイウリっていう唱歌を歌って練習して、それから指をつけて練習するんです。で、そのオヒャライのオはこういう指使い、ヒャはこういう指使いって、その文字一つ一つに指使いが当てはめられていて、で歌って練習できて歌えるようになってから指使いをつけて吹くっていう日本の伝統的な練習の仕方っていうものがあります。で私はどうしてオがこの指使いなんだろう、ヒャがこういう指使いなんだろうって誰に聞いてもわからなくて、昔ながらのものなので、それを自分で想像してオはこういうイメージ、ヒャはこういうイメージって一つずつ当てはめていって、それをもとに今回の曲を作りました。ちょっと長くし泣いてしまって申し訳ないですが、そういう曲で、あと時々おのおの小包のやーっていう掛け声とか、あと太鼓を叩いてるような音も出てきます。で皆様どうぞ耳を澄ませて聞いてください。よろしくお願いします。